そうなのよね。だから夜多くなっちゃってる。そう。みんな的には多分夜の方が見やすいよね、多分。多分だけど。ね。そうだよね、お仕事終わって。だからちょうどいい感じの時間だよね、この時間って。10時前後。9時から。9時から8時ぐらいからちょうどいいぐらいになるのかな。わかん、どうだろうどうだろうって。ね、そんな感じです、そんな感じですって。え、そしてインスタのストーリーでも書いたんですけど、え、寒いよね、さゆ毎日。これもあゆ毎日言ってるけど、寒いよね。なんでこんな寒いんだろう、毎日。本当に寒すぎる。今日も寒いし、でも明日なんか、明日も寒いみたいな言ってるから、寒そう寒い、明日は寒い寒いって言ってるから寒そうって。寒そうだよね。なんかいうさ、冬になるとさ、黒いさパーカーとかトレーナー系持ってること多すぎて、そう黒着ちゃうの。そう、今日も黒だけど、今も黒だけど、明日も黒着る予定なの。毎日黒黒しか着てない、本当に。いや、そんな黒い、黒以外も着てるけど黒多くなっちゃう、なんでだろう。そう、なんか冬だとさ、なんかなんて言うんだろう、可愛い色着たくなるじゃないですか。でもなんか結果気づいたら黒買ってること多くて、気づいたらもうタンスの中黒まみれみたいな黒まみれっていうか、その冬が特に黒まみれなの。そう、なんか気づいたらクローゼットの中黒まみれ、驚きだよね。でもさ、黒ってほんと無難に一番なんでも合うしさ、意外と小さい頃から白黒系別に好きなので、そう、なんか結果自分で買うとかなったら白とか黒が多くなっちゃう、モノトーン系多くなっちゃう。そう、なんか一時期はカラーものっていうか、そのピンクとかの方が好きだったけど、一時期はね。でもなんかまた白黒が安定してきてる、自分の中で。ね、黒いいよね。クローゼットだって。上手上手っていう。でも黒本当に大好き。なんか自分の好きな色何ですかって言われた時は、白黒って、これから答えれるぐらい白黒が好き。今まではパステル一択だったの、パステル系の色。今はもちろん大好きだけど、なんか結果なんかいろいろ踏まえた時に、好きな色何ですかって聞かれた時に、そう、なんて言うんだろう、単純に好きな色を言えばいいのか、なんかいろんなことを含めて、そのなんていうんですかね、自分の好きなお洋服の色とか、なんかね、そういういろんなことを含めて言うのならば、パステルじゃないなって最近思い始めて、白黒率高め、最近は言うとしたら。え、そう、難しいよね、ほんと。好きな色なんですかが一番、あ、一番でもない、
好きな色で何ですかとか、好きな食べ物、嫌いな食べ物とか苦手なの答えるの多いからなぜなら多いからっていう、そう、すべてにおいてなんかいろんなものがあるから、そう苦手、答える、優柔不断っていうのもあって、そんな感じで、難しいよね、ほんと難しいよねっていう、決めるの難しすぎる、そんな感じです。愛の好きな色の話でもないけど、そして皆さん新衣装見ましたか、新衣装 AKB のあれ可愛かった、ズボンタイプ可愛かった、スカートも可愛かったけどズボンタイプも可愛かった、なんかもう圧倒的ナナさんの似合いさがすごかったね、もうすっごいかっこよかった、ナナさん、ねえかわいかった、でも多分長ズボンのタイプはそう、ナナさんの衣装はもうナナさんにしか絶対似合わないと思う、絶対もうずっとね、もうナナさんあれ着ててほしいすごい似合ってた、かっこよかったね、可愛かった、すごく。ゆきりんさんタイプ可愛かった。あのズボンだけど、あの横についてるやつ。ついてるやつ。あのなんかスカートの一部がついてるみたい。ついてるやつっていう。可愛かったね、ゆきりんさんタイプの衣装。可愛かった、でもひとみさんのも可愛かった、だからどっちも好きだなと思った、結果結果スカートもズボンもどっちも好きだけど、なんかさ、なかなかAKB の衣装でズボンってそこまでないじゃないですか、そういうそうない中で、この今回結構ズボンタイプも結構そう何人かいらっしゃったから、そうすごかったご意欲すごかったっていうね、こんな感じです、はい、新衣装のお話でした、はい、そして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 またまたすぐすぐ話変えちゃうんですけど、愛の最近食べた中での美味しかったもの発表しようかな、ほんとすぐ話変えちゃうけど、あれが美味しかった、最近甘いもの食べるのがなんかすごいハマってて、自分の中でハマってて、まあ食べない時もあるけど、そうなんかそう好きになって、甘いものがだってあれが美味しかったです、あのファミマさんのファミリーマートさんのなんだっけ、黒船カステラプリンっていうのが美味しくておすすめです、すごく食べてほしい、すごく食べてほしい、本当に美味しい
なんかなんて言うんですかね、カステラもプリンもあって甘ったるそうと思うじゃないですか。でも大丈夫です、あのそんな甘いものがそんな得意でもないアユが美味しいっていうぐらいのなので、そんな甘ったるくもないっていう。そうなんかカステラもずっしりしてる系のカステラじゃなかないっていうのと、プリンもなんて言うんだろう、そういい感じの甘さいい感じの甘さで、そうなんか本当美味しくて、一回食べてほしい、みんなに。好きだったら、あの苦手だったら食べないでほしいんだけど、なんかどっちかがカステラかプリンかどっちかが苦手だったら食べないでほしいんですけど、あのどっちも好きだったら食べてほしい、食べてほしい作った人みたいになってる、食べてほしいです。でもあ、家から 100m コンビニだから探してみよう、だって 100m コンビニにしてきて今のソフレプリンも美味しい、あー美味しいよね、美味しい。あれのホイップなしのあれってなんかキャラメルソースみたいな入ってるよね、もなしのなんかもうちょいスフレカステラ寄りになってみたいな感じかな、簡単に言ったらそんな感じ。美味しいです、すごく。スプーンで食べるタイプだって、そう食べるタイプです。いくらですかね、わかんない、ごめんね、わかんないって言っちゃう、わかんない。でもいくらなんだろう、そんなだと思う、お手頃価格だと多分。うん、あとあれも美味しかった、セブンイレブンさんのなんだっけ、うんとね、なんだっけ、カステラスプーンで食べれるカステラ、なんかスプーンで食べるカステラみたいな、ふわふわカステラだっけ、なんか名前合ってるかな、そんな感じの名前のやつ、カステラしか紹介してない。でも美味しくてそれもおすすめだから、ファイマとセブンに行ってください、よかった。あ、気になってたって、食べて、ほんと美味しい、なんかふわふわ、ほんとカステラってよりかシフォンケーキに近い感じかな、うん、シフォンケーキっぽかった、どっちかといえばです。あ、ちなみにそのファイマーさんの方のやつもカステラってよりかはなんかほんとスフレっぽいけど、でも美味しい、どっちも美味しいから、ほんとどっちも食べてほしい、どっちも食べてくださいぜひもう作った人になってる。あ、もう調べてくださってる方いる、どちらも180円以内でさって、だってみんな早い、調べるのが。そう、ほんと美味しかったです、食べてみてね。こんな感じかな、他にもあるけど、エイがおすすめしたいな、その2つだね。はい、そう、どっちもでもなんかそう、なんかみんな美味しいって言ってるから、絶対ほんと外れはない、インスタとか見てても外れはないと思う、絶対みんなも好きだと思う勝手に決めちゃうけど、そう好きだと思います、多分。うん、585日おめでとうだって、ありがとうございます、ありがとう。はい、そしてみんなもよかったら
美味しいものあったら教えてください。何かで SNS でお願いします。お願いいたします。カステラ会開こうだって。マドレーヌ会なんです裏切れないマドレーヌをマドレーヌは裏切れない。そう、マドレーヌは裏切っちゃダメだから。そう、マドレーヌ、いや、マドレーヌ会の一応会長みたいなあれなので裏切れない、裏切らない。マドレーヌしか勝たんはい、マドレーヌ裏切らない。そうだよ、マドレーヌしかみんな勝たんだよ。そう、どこかに、まあまあまあ違うものは食べるけれども、最終的な感想マドレーヌしか勝たんだから。うん、そう。でも言ったい、最近マドレーヌ食べてない。あ、いや、いつだろう。ほんと多分最後マドレーヌ食べたのほんといつだろう。ゆきりんさん食べたの最後かもしれない、もしかしたら。だからすごく前かもしれない。そう、すっごく前です。はい、でもマドレーヌも美味しいのでみんな食べてください、よかったら。はい、お願いします。ドルチェ、ドルチェ買いにすれば、だって過去小麦粉、小麦粉なんかおしゃれだけどさ、過去小麦粉って書くとなんか面白いねドルチェ買い、でもまあマドレーヌ買いが一番落ち着く。名前が、名前が、名前が落ち着くって、名前が落ち着くのでマドレーヌ会だね。そんな感じです。はい、そして今日も SNS、 また話すぐ変わっちゃった。 SNS、 あの Twitter と TikTok 投稿してるのでぜひ見てください。お願いします、お願いします。です。砂、砂フルスのマドレーヌ美味しかったって。調べてみよう。ありがとう、調べてみます。はい、そんな感じでちょっと今日も短めですがランキングを読んでおしまいにしたいと思います。13位ヒロさん、ありがとうございます。12位プリズムさん、ありがとうございます。11位カンさん、ありがとうございます。10位オーさん、ありがとうございます。9位サンマさん、ありがとうございます。8位翼欲しいさん、ありがとうございます。7位アハハ超楽しいねさん、ありがとうございます。6位ひびきちゃん、ありがとうございます。5位ひでさん、ありがとうございます。4位カモンさん、ありがとうございます。3位ナミーさん、ありがとうございます。2位人生方向音痴さん、ありがとうございます。1位綾乃さん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。また明日もぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。